2通貨合わせても短波視聴率 90% 前後起こっておりますので、タイミングさえあればかなりの確率で取れます。今回の動画は1000円スタートで月101万円稼ぎ出した5分足を伝授します。この章最初にお伝えしますけど、かなり強いです。2通貨合わせても短波視聴率 90% 前後起こっておりますので、タイミングさえあればかなりの確率で取れます。ちなみに今回紹介していく章はご覧の通りほとんど負けません。余裕で10連勝以上記録してますので、今この動画を見てる方はかなり幸運の持ち主です。で、初めて見る方は思わず驚愕するレベルなので、必ずこの章を手にしてください。ちなみに皆さん、こういった経験はないですか？勝率は高いがポイントが少ない、逆にポイントを増やすと全く勝てなくなる。実は僕もこの問題にかなり悩まされました。勝率に重きを置くかポイント数に重きを置くかになってしまいがちなんですね。ですがこの問題を一掃できる仕様も存在します。そこで今回は高い勝率を維持しつつ1日50回ほどエントリー可能な仕様を解説していきます。なのでこの動画を通してトレード時間が取れず結果が出ない、思うような収益が上がらないなどの悩みが解消されますので、必ず最後まで見るようにしてください。それでは本編に入る前に僕から一つお知らせがあります。僕の LINE では期間限定でシステムの無料配信を行ってますので、体感したい方はぜひ受け取ってください。それでは画面を切り替えます。それではまずは実際に使うインジケーターの導入からお伝えしていきます。これ見覚えがあるよって方もいるかと思いますが、そうなんですよ。以前この章を紹介してるんですね。ただ今回は他の通貨ペアで検証してほしいっていう声がたくさんありましたので、ニュージー円とフラン円、この2つの通貨ペアを使って結果を見ていきたいと思います。したら本題に戻りますが、今回使っていくのが MFI とウィリアムパーセントレンジとなっておりますので、まずはじめに MFI から挿入していきます。まずこちらナビゲーター開いていただいて、このボリュームのところにありますマネーフローインデックス、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が出てきます。でまずパラメータ見ていただいて、こちらの期間を5と設定してください。で次にレベル表示見てもらいたいんですけども、デフォルトでこのように20と80と入ってますので、こちらをこのまま使っていきます。設定できましたら OK ボタンを押しましょう。でこちらの MFI なんですが、相場の中の資金が買い売りどちらの方向に流れてるのかっていうのを価格と出来高から判断するための仕様になります。普段から僕もよく使用する RSI と似た特性を持っていますが、 RSI は価格の変動幅のみを持っている仕様にあるのに対し、 MFI は値幅だけではなく出来高も考慮されています。でこちら数値の方なんですが、 0% から 100% で推移し、 20% 以下売られすぎのため買いのサイン、 80% 以上は買われすぎのため売りのサインといった見方をしていきます。はい、では次にウィリアムパーセントレンジを挿入していきますね。同じくナビゲーター見ていただいて、このオシレーターの一番下にありますウィリアムズパーセントレンジ、こちらを一度選択し、ドラッグ&ドロップでこの MFI の中に持っていきます。そうするとこのような設定画面が表示されます。でまずパラメータ見ていただいて、こちらの期間を5と設定してください。で次にレベル表示見ていただいて、マイナス80とマイナス20と設定されてあれば OK です。まあこちらね、デフォルトで入ってる数値となるので、こちらで OK です。するとこのように一つのサブチャートに織り込まれていれば完了です。でこちらのウィリアムパーセントレンジは主に買われすぎ売られすぎの水準を判断するために利用されてますので、オシレーター系ってことですね。まあ、詳しく説明すると、一定期間の最高値と最安値となる価格変動幅の中で、現在のローソク足の割値を期間内の高値と比較し、相対的にどのレベルになるのかっていうのを示したものです。一般的にパーセントレンジの数値がマイナス80からマイナス100の時は相場が売られすぎていることを示し、マイナス20から0の時は相場が買われすぎていることを示しています。まあ、特性としては MFI と似てますね。以上でインジケーターの導入は完了となりますので、実際のエントリーポイントを見ていきましょう。ではニュージー円から解説していきます。で今回は逆張り仕様ということで、まあ勘のいい方でしたらわかるかなと思うんですけど、このラインね、こちらのラインに到達タイミングの逆張りとなりますが、条件はいくつかありますので、必ず最後まで見るようにしてください。まあ、エントリー条件に関しては MFI とウィリアムパーセントレンジが一つのローソク足に対して同時にレベルラインを足した場合、逆張りのエントリーとなります。なのでこちら一つ前のローソク足では両方ともレベルラインを超えていないタイミングとなりますので、一つローソク足が移ったタイミングでこのように両方ともレベルラインを超えてますよね。なのでこのタイミング、この達成の次足でハイエントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線が形成されてますので、しっかりと勝てているのがわかります。で片方だけウィリアムパーセントレンジだけが超えた場合っていうのはエントリーポイントではありませんし、 MFI が残ってる間っていうのも特にエントリーポイントではありません。一つのローソク足が形成されたタイミングで同時にレベルラインを超えるタイミングです。こちらはかなり重要なので必ず覚えておいてください。なのでまさしくこういったポイント。両方がレベルラインを超えているのはこのローソク足になるんですが、その前のローソク足でウィリアムパーセントレンジだけがレベルラインを超えてますので条件は不成立です。あくまでも同時にレベルラインを超えるっていうのが条件となります。
というのも片方が推移しているところで片方が追いかけるような状態でレベルラインを超えると同じローソク足がついてしまい逆張りとしては機能しないってことがあるんですね。なので逆もそうですけどしっかりと同時にレベルラインを超えるのを確認してください。こちらはローエントリーのポイントです。 MFI とパーセントレンジがマイナス20のレベルラインを同時に超えています。しっかりと同時に超えたのが確認できましたらこちらの達成の次足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されてますのでしっかりと勝てているのがわかります。ここでワンポイントアドバイスをお伝えしようかなと思います。まあ僕がこの章を使うにあたって意識している時間帯ですね。まあ以前の動画でもお伝えしている通り逆張りをかけていくこの章ではレンジ相場の局面が有効的なんです。なので比較的その相場傾向になりやすいのが9時から16時、2時から6時の時間帯です。まあ理由は今回割愛するんですが、荒れ相場の方が都合がいいってことです。まだちゃんと条件を理解できてないって方もいるかと思いますので、通貨ペアを変更して紹介していきます。そしたらこちら。まあ、ここね、左上にも記載がある通り、フラン円で見ていこうかなと思います。まず最初のポイントで言うと、こちら。MFI とパーセントレンジがマイナス20のレベルラインを同時に超えています。しっかりと同時に超えたのが確認できましたら、こちらの達成の次足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されてますので、しっかりと勝てているのがわかります。こちらは反対にハイエントリーです。MFI とパーセントレンジがマイナス80のレベルラインを同時に超えています。このローソク足ですと、互いに一致していなくちょうど下抜けたのがこの縦線になりますので次の足でハイエントリーをしていきます。そうするとこのように陽線がついてますのでしっかりと勝つことができています。でここもそうですよね。このようにピンポイントで条件が一致していますのでこの縦線の次の足でハイエントリーをしていきます。そうすると陽線がついてますのでしっかりと勝つことができています。まあこれエントリーポイントはまだまだあるんですけど条件は全て同じとなっております。インジケーターが5日間の設定なので非常に動きが活発なんですね。まあ、つまりエントリーポイントも結構な数がありますのでチャンスが多いってことです。それにここまで見ていただくと分かる通り一通貨でこれだけのポイントを取ってるので他の通貨ペアも併用すればかなりの数がありますよね。まあ、それだけ収益が見込める仕様なのですぐに実践したいって気持ちもわかりますがまずはデマで感覚を覚えてください。紛らわしいポイントもありますのでしっかりと条件を確認し期待値が高いポイントだけエントリーしていきましょう。今後もこういった有益な情報を発信していきますのでチャンネル登録グッドボタンをお願いします。ということで今回は以上となります。本日もご視聴の方ありがとうございました。